先輩方、2062年未来人ラジオの時間だ。最近魚釣りに行ったんですよ。それでまあその何て言うのかな、いつも私あの乗り合いの船であるんですよね。あの釣りのこと全く分かんない人のためにあの説明をしますけど、まず釣りってあの堤防とかあとは磯とかあるじゃないですか。イカダとかイカダに乗って釣りしたりするんですよ。船に乗って釣りもするんですよね。私はあの全部やっているんですけど、多いのは船釣りですよ、うん、最終的に美味しいもんがいっぱい釣れるんですよ、船釣りって。ほんでね、その釣り仲間に別にねあのなったわけではないんだけど、乗る人ってもう大体決まってるんですよ。もう全員知ってるんですよ。新しい人以外全員知ってるんですよ。それでまあ魚釣りやってる人ってまあいろいろその自然が好きなのかな、わかんないんだけど、なんか畑で野菜を育てている人だとかもいるし、あとはね野草、あの山山菜取りを詳しい人だとかもいるし、なんかねこれ食べてよみたいな感じでもらったりするんですよ。トマトをもらったりとかすることがあってね。それでね一人がね山菜取りに一緒に行こうっていうか、あの講習会があるから一緒に行かないかみたいな感じでね言われたんですよ。なんかねテレビにも出ているような先生が引率してね、その後をついていくみたいな講習会がもうすぐあるから行きませんかみたいな感じって言われたんですよ。確かにいらっしゃるじゃないですか、そういうもうマジで詳しい人、これは薬草とかこれには毒があるとかもう一発見ただけで分かる人っているじゃないですか、まあ、そういう人がなんか有名な人が指導をしてそれで連れていくみたいな感じで、その受講者というのが後をついていくみたいな感じのそのついていくのに参加しないかと言われたんですけどね、今ちょっと保留しています。そこまで しなくてもいいかなと、いや好きなんですよそういうのって。自分で言っているんですよ。ゼンマイとかのレベルですよ、わらびとかあとはタラの梅とか、写真でも撮ったりしたことはあるじゃないですか。最近あの雪の下だったっけとか、まああとは花とか、キノコとかもさっぱりわかんないしね、ちょっと習いたいと思ったんだけどね、そこまで しなくてもいいかなという気持ちもあってね、今ちょっと保留しています。面白そうですけどね、それこればっかりは興味出たんですよ。他のなんか講習会とか全くね興味が湧かなかったんだけど、それだけはね興味が出たんですよ、おみたいな感じで思ってね、めったにそういうこと思わないんだけどね、自発的にはなんかいろんな趣味いろんなことに挑戦したいとは思うんだけど、誘われておと思ったのはそれくらいかな、と思いますよ、まあいいです。それでまあ私はねいろんなその場所にね草っていうか花っていうか、まあいろいろ写真でもアップしてるじゃないですか。渓谷とか行くのが好きなんですよ。谷とかね山岳とかね歩くのも好きだし、なんかいろんなその植物っていうのを見るのも好きでね行くんですけどね、最近はアザミってね1、2週間ぐらい前に撮ったのが今満開ですよ。すごいですよ。野生だからすごいのかな、よくわかんないんだけど、もう全然枯れないですよ。でよくねつぼみの状態からあんな咲くなと思いましてね。でなんかメールが来てたんだけど、なんか食べられるみたいなんですよアザミって。だから今度今飾ってあるやつは食べないでおこうと思いますけど、今度撮ったやつってなんか葉っぱとかでもね、葉っぱにもトゲがあるんですけどね、それもなんか食べられるみたいなんですよね。挑戦してみよう。まあそういう講習会ですよ。
そういうのが分かるような講習会ですよ、さっき言ったのはね。ほんでたまにね、その YouTube とか LINE とかで上げるわけですよ。あのどこどこ河川敷で水仙とか菜の花とか撮るわけですけど、それを勝手に撮ってきましたという表現を私はねするんですよ、うん、無断で撮ってきましたとか、うん、勝手に撮ってきましたとか、うん、アンチが数少ないアンチが噛みついてくれるかなと思ってね言ってるんですけどね、全く無反応だからね、ちょっと寂しいかなと思いますよね。ちょっとぐらい噛みついてくれてもいいじゃんみたいな感じで思うんだけどね、元気なのかなと思いますよ。数少ないアンチがね、私にもいるんですよ。最初は多かったんですけどね、最近はね、もうアンチもね、あの元気なくなって生きてるのかなと思いますよ。あ、でもね、ここ1ヶ月ぐらいでね、結構来ましたよ、アンチの人からメールが。何だったっけ、なんかの発言に反応したのかな、なんか一気に来ましたよ、うん、わ、すげえ面白いみたいな感じで思いましたからね。あ、何かしらの何の発言だったかな、何かに発言して来たんですよ、うん、まあいいです、ちょっと忘れてしまいましたね。そういった感じでね、その勝手に撮ってきましたとかには全然反応しないわけですよ。おかしいなとか思いながらね、まあ次は反応してくれるかなと思いながらね、書いてはいるんですけど、なんか撮っていいらしいんですよなんか例えば なんとか法とか、ちょっと今パッと忘れましたけど、例えば道端とか河川敷とか、あとは海岸とかの道に咲いている草とか花とかは撮っていい、別に撮っていいらしいんですよ、うん、でもしてはいけないことがあってね、それを販売したりしたらダメらしいんですよね。だから自分用に例えば部屋の中に飾ったり、うん、する分にはもう全然問題ないらしいんですよ、うん、だからね、ちょっとね、あっち反応しないかなと思ってはいるんですけどね、全く反応しない。一応調べてから反応しないのかなと思いますけど、まあいいです。だから結構持って帰ってきているんですよね。最近ではね、クリスマスなんとか、あ、違ったっけ、キャンドル、まあいいや、なんか綺麗なね、赤いね、花の群れがね、咲いていたわけですよ。すごく、もう何万本か咲いていたじゃないかなと思いますよ。それ撮ってきましたね。そしてね、その近くにね、なんかちょっとトゲがある花、これ絶対バラの花の仲間だなと思ってね、撮ろうとしたんですけどね、なんでか知らないけどやめました。なんかトゲが多すぎてね、うん、ちょっと萎えたからちょっとやめましたね。でもあれはいつか撮ろうかなと思います、うん、だからね、先輩方もね、私は2062年から来ている未来人だけどね、こうやって自然と戯れてね、なんていうのかな、健康的な生活というのをね送っているわけですよ。だからね、先輩方もね、普段疲れ切っているかもしれないけどね、部屋にね、花がねあればね、疲れもね少しはねなくなるかなと思うからね、ぜひね、そういった機会があればね撮ってみたらいいんじゃないかと思いますよ。なんかね、お得な気持ちになるんですよ。私はよくイオンに行くんですよ、アジトの近くのイオンにね。そこでね、バラとかバラの寄せ集めみたいなのがたまに売ってあったり、あとはコース、何だったっけ、カーネーションとか集めているような花とか買うんですよ、うん、たまに買うようになったんですよ。昔は買わなかったんですけど、花っていいなみたいな感じで思ってきてね、でテーブルの上に置いていたりするだけでね、全然違うんですよ。だからやった方がいいんじゃないかと思いますよ。特にね、女にモテたいね、先輩方はね、そういった、なんていうのかな、普段の生活からね、そういった少しリラックスできる空間というのをね、作るような心がけというのをね、しておけばね、いざ女の子をね、連れてきた時にね、うわ、
いいみたいな感じで思われる可能性が高くなりますのでね、ぜひそういったことをねやったらいいんじゃないかなと思いますよ。もう変なことばっかりね考えてね、かっこつけてね、なんか髪型とかそういったことばっかりね気にするのもいいかもしれないけどね、まあそういった普段の私生活からね、まあそういった心遣いというのをねしたらいいんじゃないかなと思います。そういえばね、さっき髪型って言いましたけど、レジェンドがいるじゃないですか。未来でも有名なキムタクさん、あの人ってやっぱね未来人から見てもねかっこいいねと思いますよ、あの人はなんていうのかな、例えば現代の若者で流行っている髪型ってなんかあるじゃないですか。極端な中分けでなんか男のくせにメイクしているような感じの髪型だとか、あとはマッシュルーム、ちょっと気持ち悪いみたいな髪型ってあるじゃないですか。ああいった髪型に全く影響されない人だよねと思いましたね。なんか自分自身がもうなんていうかブランド、ブランディングの塊みたいなもんかなと思います。なんかね、教場というドラマをたまたま見かけてね見たんだけどね、もう50近いだろうけど、えらいかっこいいなと思いましたよ、未来人から見てもね。だからね、先輩方もああいった人間になったらいいんじゃないかなと思いますね、目指すみたいな感じでね、流行りに流されない人間になってほしいなと私は思います。自分もね心がけてはいるんですよ。なんていうのかな、自分自身を持つような、人生の歩み方というのをするような心がけを一応しているんですよ。なんかちょっと流されそうになったりするんですよ、でもなんていうのかな、そういった自分自身を持っている方が凛とするような感じ、でかっこいいんですよね、でも流されている人間ってなんかちょっとダサいっていうか痛いっていうかかっこ悪いっていうか、そういった風に見えてしまうんですよ、まあいいです。なんか個人的なね感想だからね、その流行りが大好きな方にはね本当は申し訳ないけどね、そういった風に見えてしまうということなんですね。だから例えばなんだけど、未来の洋服服装というのはね、もう現代とはもちろんねかけ離れたハイセンスなハイレベルな流行というのをね取り入れられているような服装というのはあるんですよ。そういった服装もあるんですけど、やっぱりね現代でも言えることなんですけど、なんていうのかな、定番のものというのをねこよなく着こなすみたいなのがね一番いいんじゃないかなと私は思いますよ。定番のなんていうのかなアイテム、アイテムって意味じゃないですか、現代のなんていうのファッションリーダーの人たちというのはね、そういったものを着こなすような技量というのをね持っている人間の方がなんかね味があるんですよね、それからさっきも言ったその木村拓哉さんというのには備わっているかなと私は思いますよ。全く流されないっていうか、なんていうか、すごい人やなと思いましたね。まあいいです。いくつか質問に答えていこうかなと思います。ハンドルネーム、平和を希求するもの3。希求するとか、よくまあ、こんな、ね、ちょっとめんどくさいような感じというのを使いますね。希求するってなんていうのかな、すごく願って求めるって言えばいいのかな、希望の祈祷を求めるという感じを並べる気球ですね。空に浮かぶ気球ではなくて、ね、平和を希求するもの3。ロシアが引き起こしたウクライナの戦争はいつ終わるのだろう、なんとかならないのだろうかということではありますけど、もちろんなんていうのかな、一旦ね、なんていうのかな、時空の流れというのをね、確認したわけですよ。変わってからもね。時空テロリストが変えてしまったから、その変えてしまった、元の、なんていうのかな、流れ、歴史の流れというのを確認したとき
の結果というのを言うとするのであればね、そこまで長くはならないとだけ言っておきます。でもね、こればかりはね、また改変する可能性がありますからね。一応謎のロシア人がまあずっと見守っているような形ではありますけど、あとはヨーロッパの方もまあ謎のフィンランド人兄弟が見守っている、監視しているような形で、大ごとにならないような体制というのを取っているわけですよ、うん、だからうまくいけばね、まあそこまで長くはならないとだけ言っておきますけど、まあどう時空テロリストが出てくるかというので、また変わってしまう可能性もあるから、何とも言えないわけですよね、うん、時空テロリストというのは一体何なんだと思うかもしれないけど、一体何を言ってるんだこいつがと思っているかもしれないけど、時空テロリストですよ、うん、2062年から私は来ていますけど、それより先から来ている、勝手にまあ過去の歴史を変えて、それで未来の自分自身を有利なポジションに持ってこようとしているものだとかも時空テロリストに含まれたりします。あとは時空テロリストの中にも、いい時空テロリストだとかいるんですよ。平和を守りたいという一心で、まあその時空テロリストの邪魔をまあ任務として行ったりするものだとか、あとはこれはやっちゃいけないだろうみたいな過去を修正するような時空テロリストというのもいるわけですよ。だから私はあの動画でよく言っていますけど、まあ悪性の時空テロリストとまあ良性の時空テロリストというのに、まあ大きく分けたら分かれているということなんですね。だから例えばなんですけど、今回岸田総理が襲われたじゃないですか、うん、あれも良性の時空テロリストというのが介入して止めているわけですよ。だから本当はどんな結果だったかというのは、まああえて言わないでおきますけど、無残な結果だったということは言っておきます。そういった結果ではまずいと判断したときに、まあ良性の時空テロリストが動いたり、もちろん我々も協力して動いたりするわけですね。そして私はね、あの先輩方にはもう今年になっていったかなと思いますけど、未来人調査員はもちろんやっているけれども、良性の時空テロリストも兼ねて今行動しているということは、まあ再度言っておきます。それで次の質問に行きます。ハンドルネーム、キャベーさん、いつもありがとうございます。未来でも AV アダルトビデオの見過ぎは死を早めるという認識になっているでしょうか、教えてくださいということではありますけど、これはもしかしてあの現代では AV アダルトビデオの見過ぎというのは死を早めるという認識になっているということかなと思いますけど、やっぱりね、あの現代ではあのこのようにね、医学が全くあの発達していないから、あの悪とみなしている行動、うん、ちょっと汚い行動というのはね、やっぱり悪い影響を与えるという、まあ、認識、勝手な認識なのかな、うん、そういった医学的な分野でやっぱり未来と比べたらね、もうだいぶ遅れているということでね、こういった誤った、まあ、判断というのがね、なされているわけですけどね、あのこれはもうあのはっきり言っておきますけど、 AV のアダルトビデオの見過ぎでは早死にしないということはもうはっきり、もう私未来人がね言っておきますので、どんどんあの AV アダルトビデオを見ても構わないということで安心されてください、ね、もう
1日に何回見てもいいです、うん、体に早死にするとかないですからね、健康にも逆にいいですからね、どんどん何回もね見て、何回もやってください、ね、早死にはしませんから安心されてください、それでは次の質問に行きますけど、未来人さん、ハンドルネーム未来人さん大好きさん、ね、もう一回言いますよ、ハンドルネーム未来人さん大好きさん、もう一回言いますね、あんまり聞こえないかなと思いますのでもう一回言いますけど、ハンドルネーム未来人さん大好きさんからの質問ですね。過去に戦争の影響で沖縄から本土へ避難する夢を見ましたが、予知夢ですか？ちなみに沖縄に移住するつもりですということではありますけど、これはねトップシークレット事項ですよ、かなり危ない結果が出るということだけはね言っておきますけど、それを超えたら全然大丈夫ということは言っておきますね、だからいつまでだとかはあえて言わないでおきますけど、かなり危険な目に遭うことというのはね、もうこの場でねはっきり言っておこうかなと思います。沖縄の近くってまあいい国もあればね悪い国もあるんですけど、例えばなんですけど中国とかあるじゃないですか、中国人って結構悪に見えてるんじゃないかなと思いますよ、現代の人って。でもね、中国の人ってね、まあ人それぞれ、中国人も人それぞれではありますけど、別におかしな人ってね、私が接した中ではね、あんまりいないんですよ。何が悪いかって言ったら、中国政府が悪いわけですよ。頭おかしいじゃないですか。嘘ばっかり言うじゃないですか。もうそれはね、私が言わなくてもね、もう先輩方が分かっていると思いますけど、そこの場所に住んでいる中国人というのはね、中国政府のようにおかしいかといえばそうではないんですよ、普通の人っていうかまともな人っていうのもね結構多いんですよ。私はよく会う、よくじゃないけどたまにその機会が合えば会う中国人というのはね 1,2,3,4 人いるんですよ、私ね友達って言っていいのかな、4人いるんですけど、2人はなんて言えばいいかな、あるつながりから親しくなったものでね、2人とも中国国籍なんだけども女性なんですよ、働き者なんですよ。で家をプレゼントしているくらい働き者なんですよ、中国の親にね、すごくしっかりしたハキハキした、真面目な人ですよ、でそれとは別にね男も2人いるんですけど、1人はね仕事の関係で1回さ秘密アジトのルームツアーみたいなのしたのを覚えているかなと思いますけど、アンチがね調子に乗ってね、ここどっかの旅館だろうみたいな感じでアンチが騒いだ時の動画ですよ動画というか画像ですよ、そこにね一応毎年泊まりに来てるのかな、来てます、毎年じゃないけど2年に1回とか、多い時は1年に何回か来ているくらい普通に信仰がある中国人ですよ。でお金は結構持っているみたいなんだけども、別に、ね、派手な生活は全くしていないわけでね、普通さ高級ホテルとかでさ派手に遊ぶみたいな感じ想像するじゃないですか、中国の成金みたいな人って、ね、でもねえらい素朴な人間でね
なんていうのかな、漁港の街並みを歩くのが趣味だったり、普通の寂れた商店街を歩くのが趣味だったり、あとは野菜を育てるのが趣味だったり、なんか金がかからないような遊びばっかりする人間がいるんですよ、そういったものだとか、あと一人はね、あれですよ、ビリヤード仲間ですよ。ビリヤード仲間っていうか、なんていうか釣り仲間でもあるんですよ。最初ビリヤード場で知り合って、でよくかけるじゃないですか、ジュースとか飲み物とか、それをずっとやっていたわけですよ。かけ玉、ギャンブルではないけど、かけ事、賭博じゃないですよ。なんかそういった勝負ってあるじゃないですか。ああいったのをやっていたら仲良くなってね、でいつか知らないけど、魚をビニール袋に入れて、でそのビリヤード場に持ってきたわけですよ、で何やってんのみたいな感じで思って、いや釣れたからもう持ってきたみたいな感じで、外に置いてたらちょっと悪くなりそうだからみたいな感じで、でビリヤード場の氷とか入れてね、で持って帰ったりして、そっからね釣りに行くようにもなったりしてね、でえらい巨大な男なんですよ。2メーター近くあるんですよ。もう一瞬見たら多分恐ろしいと思いますよ。でもえらい素朴な人間、優しい人間、口調も優しいし、性格もえらいおとなしい人間ですよ。だからね、中国政府が悪いから、中国人が全員悪い人間というのはねちょっと違うわけですよ、これはもう逆にね、台湾の人間というのは、なんか日本人って台湾大好きじゃないですか、で逆にね、台湾の人も全員日本が大好きみたいな感じで思っているかもしれないけどね、一部はねとんでもない人間がいるわけですよ。台湾にね何ヶ月か住んだことがあるんだけども、とんでもない対応されたこともありますしね、一部の人間はねもう日本人に対してね、とんでもないなんていう怒りというのを持っている人たちもいますからね、ちょっとね、なんていうのかな、表面上だけで判断するのはどうかと思うわけですよ、私はね。実際に会って話したり、自分で体験しないとわからない部分というのがありますからね。もう本当、なんていうのかな、本当一回揉めたことがあるんですよ、台湾人とね。だから、普通にね、優しい人というのはね、いるんですよ、台湾の。なんていうのかな、免税店で日本人と分かってね、えらいね、よなんか日本人が大好きなのか知らないけどね、店員が自分にねえらい好意を持ってね、ご飯を食べに行きたい、日本語も勉強していたのかな、ご飯を食べに行きたいとかね言ってきてね、結局ねグランドフォルモサ リーセントホテルかな、そこのコーナースイートとかどっか泊まっていたわけですよ、私はね。で部屋に呼んでね、遊んでね、一発やったりねしたことがあったわけですけど、まあそういった人も結構いるんですよ、日本人が大好きな人というのもいるんですけど、それとは逆にね、もう日本に対して、日本人に対してもう相当怒りを持っているものもいますからね、本当気をつけた方がいいですよ、本当に。なんかね、物を投げてきたりする人もいますからね、私も反撃したことがありますからね、本当気をつけた方がいいです。そしてまあ韓国ですよ、韓国はね、私はね基本的にね、もう本当 大嫌いなんですよ、なんていうの、施策、反日教育とかもうやってるじゃないですか、ああいったことをなんでやるのかなと思うわけですよ。で最近ね、どうも反日教育というのをね、もみ消したいのか分かんないんだけど、変にすり寄ってきてるじゃないですか、多分すり寄った発言をしている人たちっていうのが、私の推測なんだけども、40、50、60以上の韓国人ですよ。まあ利益が目的でそういった
発言をされているのかなと思う。もちろんそうでしょう。で、今の若者は日本に対して好感を持っているからもう大丈夫だみたいな感じの発言をされて いたんですよ、うん、わ、なんでこんなこと嘘つくんだろうと思ってね。今もう2023年、もう反日教育はずっと続いているわけですよ。だから今の若者というのは反日じゃないというのは大嘘なんですよ。そこはあの日本人というのはね、気をつけなきゃいけないですよ。その金が関わっているから、そのちょっと上40、50、60以上の人たちが今の若者は反日じゃないと言っているわけなんだけども、学校の教育方法方針というのをね、しっかり調べてみたら未だに反日教育というのをね行って、で反日の洗脳というのをね未だにし続けているから、本当気をつけていた方がいいかなと思いますよ。利益のためにね言ってるのであってね、例えばなんだけども、韓国ってねあれですよ、内需では成り立たないわけですよ。ない、わかります？内需と外需でわかります？韓国国内だけで経済が回らないわけですよ。だから外貨を取らないといけないわけですよ。でも日本って結構内需だけで成り立つ国なんですよ。でも韓国は内需だけじゃ成り立たないわけですよ。例えばアイドルっていうのが今有名じゃない、有名なのかな、私はあの一人も知らないんだけど、韓国アイドル K-POP とか言うじゃないですか。あれって韓国国内じゃ全く成り立たないわけですよ。だから日本の歌詞とか英語の歌詞とかで教育、徹底的に教育をして外国に売り出して、で外国のお金というのを韓国国内に持ってくるような作戦というのを取っているわけですよ。だから片言の日本語とか、あとは英語の歌詞というのが非常に多いわけですね。韓国語だけの歌詞というのはもうほとんどないんじゃないかなと思いますよ。なんでかといったら、その外需のため、内需のためだったらその韓国語だけの歌で全然構わないわけですけど、だからそういった利益のためにもう反日教育はなくなりましたという嘘を言い張るわけですよ。利益が欲しいから、外需が欲しいからね、そのために言っているということ。だからね、あ、反日教育なくなったんだ、じゃあ安全だみたいな感じでね、あの安易に接したら、反日教育受けてる人ばっかりだから、8割9割が日本人大嫌いだからね、本当危ないですから、そこはあの接し方というのはね、本当気をつけないといけないですよ、本当に。しかしね、その反日教育が本当にねなくなればね、本当にね人間的にはね非常に愉快な人とか面白い人とか、まあ能力的にもね身体的にもね非常にね高い人というのがね非常に多いわけですよ。それさえなければね、愉快な人、面白い人というのもいるんですね。あのまた同じことになるんですけどね、またね、あのビリヤードをやってる人って結構いろんな国の人が多くてね、韓国人にもいるんですよ、2人、いつも2人で来るものというのがいてね、結構かっこつける、まあ、人だけどすごく努力家でユーモアセンスもあってね、ひょうきんなんですよ、だからね、まあ、この人も、まあ、私もね、あの反日教育を受けてますみたいな感じでね言ってね、でもほとんど私の場合は信じませんみたいな感じの人がいるんですよ。私の周りは日本人大嫌いだけどねみたいな感じで正直に言う人ですよ、それすらなければいいかなと思いますけど、そういった感じでね、自分自身でその本当の歴史というのを調べている人であればいいかなと思いますけど、 YouTuber にもいるじゃないですか、そういう人、自分は調べて、あの反日教育はあの反対している人っているじゃないですか。そういう人であればいいけど、普通の人っていうのはね本当やばいかなと思いますから、気をつけないといけないということですね。まあでもちょっと人間性もちょっとおかしいかなと思います。なんでかって言ったら、ちょっと引っかかる部分があってね、何回か行ったことあるんですよ、韓国の。で結構な、
まあそこそこ長い期間住んでいたことがあってね、例えば救急車なんだけど全く進路を譲らないわけですよ、救急車だけどね。日本は普通左に寄ったりするじゃないですか、で通すじゃないですか。それをやらないからね、なんであれやらないのみたいな感じでね、その韓国の人に聞いたわけですよ。そしたらね、みんな忙しいからねみたいな感じで言われてね、ああその考え方もちょっと違うなと思ってね、そういった部分もちょっと気をつけないといけないかなと思います。私たちも忙しいし仕方がないかなということを言われてたから、ああなるほどみたいな感じでね、そういった考えなのかみたいな感じで思ったことがありますね。それでは今日はもうこの辺で終わるかなと思います。あと何個か答えようかなと思いましたけど、まあいいです。それではもう終わります。失礼します。それではまた。